っぱり映画の仕事をちょっと十何年やってきて、うん、お伝えする仕事を、うん、やっぱりここまで来たと思う。要は日本で声かけられるんじゃなくて、うん、ハリウッドで寿さんですかって声かけられるあたり、ちょっと俺も頑張ってきたな。いやよかったっすね。俺後ろの人も韓国の方じゃないかな、ね、まあまあちょっとあるね。でも日本人韓国の方、韓国コリアン、コリアンですよ。えやっぱりパンジュナ、パンジュナ、パンジュナ、アンニハセヨ、パラサイト、パラサイト、いやアンニハセヨ。作品賞パラサイト取るかちょっと言ってもらっていいですか、英語で。パラサイト is gonna win for the best picture this year。英語喋る。I hope so。日本語もちょっと。I hope so って言ってました今。すごいな。あの本のタイトルは半地下の家族なんですよと。半地下の家族だよ。半地下って日本でもありますか？でもあまりないんですよ。あんまり。韓国はやっぱり多いですか？そうですね。多いです。僕は27、8回韓国行ってるんですよ。半地下も行ったことある。半地下行ったことないです。半地下行ったことない。あ、半地下あるんだ。それがなんか日常なんだ。なるほどな。だからあの映画結果とかできたんだ。なるほど。普通に。あの匂い、あのあれは匂いって。わかるんだね、それがね。あ、日本語上手ですよ。勉強されてるんですか？1年ぐらい。すごい。韓国で、日本で。日本で。日本で。どちらですか、日本の。東京の方で。いいですね。あ、すごい。住んでた。パワースポットだ。すごいで、あ、そうですか。で、今日は映画アカデミー賞を見に来たんですか？そうです。僕らもあの SBS っていう、あ、SBS 韓国の、韓国の、そこからあのインタビューしに行って。ああ、そうなんだ。タレントさんですか？じゃあ僕は。あ、そうなんですね。そうですか。え、じゃあ会場入るんですか？な、後で。後で僕らは今回は入らなくて。入らない、うん、登録しなくて。ああ、なるほど。登録すればできるんですね。登録すれば入る、入れるってことですね。そうなると登録すれば入れる。なんで登録してないんですか？こんな格好してる。登録って結構重要です。いやいや、まあまあまあ、うん、ありがとうございます。アンニョンハセヨ、アンニョンハセヨ、アンニョンハセヨ。パラサイトですね、やっぱね。ちょっと、マックいきますね。ちょっと食べてた方が。そうですね。エネルギー切れちゃう。じゃあちょっとマックいって。マックっていいでしょ。マックでいいんですか？だってもう目の前だし。マックでいいですか？マック、じゃあ俺どうしようかな。テリヤキ、テリヤキバーガーあるかな。テリヤキないでしょ。え？じゃない。ロサンゼルスでテリヤキないでしょ。テリヤキ。え？テリと焼きだよ。月見バーガーは？月見バーガー。いやだからそのもうエッグが入ってるのあんのかどうか分かんないけど、そのあたりもちょっとじゃあ。聞いてみますじゃあ。ババチョイスで。ババチョイスでいいよじゃあ。わかりました。あのダブルダブルは、ダブルダブルはいいよ。ダブルダブルはあっちで食うから。イヤダウトだよ。イヤダウト。あ、またアウト行くつもりなんですけど。いやいや、 いやここでマック行ったらもう行かないよ。イヤダウトは。え、いや、いいじゃない。最後もう一回だって、さすがにここで馬場君にちょっとイヤダウトテイクアウトしてきては言わないから。ああ、そうですね、そうですね。いやでもちょっと遠い遠い、やめた方がいい。あのこれやってみたじゃないけど、誰か数回知ってますか？だって、日本語できるんですか？できる、日本人。あ、日本人ですか？行きますよ。ちょっとアメリカっぽいに。ああ、そう、今ね。ノミネートをそれここで降りるんですよ。みんなで。ここで降りるんですよ。車から。映画祭みたいな。アカデミー賞です。あ、ウェリー、マジで。え、アカデミー賞知らない？アカデミー賞知らないのに。知ってるけど、それに合わせて来てないから。ああ、たまたま来たんですね、観光で。でも、僕らそれで日本から来てますから、だからそれラッキーって。そうですよね。これを見れるのラッキー。まあ特別な日ですけどね。ね、年に1回ですか？年に1回ですか？あの今回のアカデミー賞は特別で、すっごいスペシャルな人たちがいっぱい来るんですよ。何で知ってますか？ちなみに。いや、ちょっと、恥かかせないでください。あ、なんか、それは僕のこと。いやいや、僕は大丈夫。本当、カルベさん。カルベさんじゃ、超体で、超体で映画、カルベさん。なんか向こうは違うなと。いやいや、カルベさん、まあまあ、確かにこれはね、カルベさん。いやいや、いいです。いや、大丈夫、先生、先生。一応、映画パーソナリティの寿さんという、寿ちょっとググっていただければ、でも出てきますね。カタカナで、寿司さん。今、あの、寿さん追っかけてまして。一着みたいな。こんな格好してますけど。芸人さんじゃないです。映画を紹介する仕事を、はい、すいません。すごい。そうなんですよ。ませんね。フェンスの中に入れないんです。入れない人、この人は。いや、申請しないから。申請しないから入れない。もう入れるかもしれないですよね。半年ぐらい前とかで申請しないと。カルベさん、カルベさん、カルベさんやばいです。ちょっとありがとうございます。すみません、お邪魔しました。はい、コリアンチームも一回飯行きましたね。え、飯行った？飯ですね、多分。あ、そう。
ランチタイム3時間だからね。あ、これ置いてもいい。お、来た来た来た。あ、来た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 。マック何買ったの。クォーターパウンダーですね。クォーターパウンダーマック、クォーターパウンダー、これだから日本のマックとどう違うかってことでしょ。ちょっとちょっと、どうぞどうぞ。同じ同じでした。本当に前川さん行きましょう。これね、バーガー、うん、行きますよ行きますよ。ほら来たバーガー、うん、来ました。アメリカのロサンゼルスのマック、ベーコンバーガー、ベーコン入れました、うん、ベーコンチーズバーガー。そうですね、これです。うまそう、うまそう。いきますよ、いきますよ、うん、どうすか。うまいね。なんかうまい、なんかえうまい、違う、やっぱり雰囲気かな、食べる場所かな、うん、なんか懐かしい気がする。 Yes, close.All close. So also the museums, everything is closed. Like the wax museum, everything is closed. No, yeah, it's all closed. You can't, it can't go. Like any Chinese theater? Yeah. No, yeah, it's all closed. You can't go in. さすがにね、半年目となるとアナウンスもできますね。いろんな情報を。そうですね。伝えれますね。共有で言い切れる。言い切れます。あと、多分こっちも確かに言い切れます。もうおのぼりさん的な感じじゃなく、もうなんか慣れちゃってるから向こうはもうあの道聞いてくるみたいな感じになってる。うん、なってますね。確かに重鎮みたいな、うん、中歩いてるじゃないですか。だからハリウッドおじさんなりつつあるんですよ。ハリウッドおじさんなりつつあるんですよ。いや、ハリウッドおばさんと一緒のハリウッドおじさん、ちょっとそれやばい、それやばいですよ。ハリウッドおじさん、Good. What's up? Hey, you got the best spot in town. Yeah,